その時の。そうか、お前だったんだな。最近俺たち東道塾に挑戦してるって走り屋は。どうせ大したことないやつだと思って期待してなかったんだが、がぜんやる気が出てきたぜ。先に言っておくが、この峠で走る俺のインテアルは無敵だ。もう二度とこの峠でバトルしたいって気が起きないよ。駆け引きってやつを教えてやる。ついてこいよ。俺の仕掛けたトラップはもう始まっているんだ。どっかで抜いてやらないとな。まだ焦る必要は全くない。今はまだ本気になる必要はないぜ。さて、どこで追い抜きを仕掛けるか。こいつの実力は大体分かった。手こずらせてくれるな。いただきだぜ。勝つためにはいろんな技術があるってことを覚えておいた方がいいぜ。いい調子だぜ。東道塾のメンツにかけても負けられない。何が何でもこのままゴールするぜ。なんてことだ。考えても見なかったぜ。横に1台並ばれると走行ラインの制約で通過スピードがガタ落ちになる。早い。厳しいバトルになってきたぜ。負けるなんて、俺の走りもトラップも完璧だったはず。なんてやつだこいつの存在は。東道塾始まって以来の緊急事態じゃないよな。今回は俺の負けだが、これで勝ったとは思うなよ。